どうも、お疲れ様です。舞姫大学の特別講義でございます。今回はですね、回復力についてお話しようかと思います。この回復力は、例えばね、お金を失っても、また元通りにお金をぐっとね、戻すような力、余剰資金を再度作る力ということも言えますし、何かね、精神的にダメージを食らった時に、一刻も早く気持ちをね、持ち直す力のことも言えるかもしれません。まあでも、多くの場合は、体調を崩してね、 ちょっとこう、気分が悪いとかお腹が痛いとか熱が出ちゃったというふうな体調不全の時に一刻も早く健康状態に回復するためのそのフォームを持ってるかどうかってことをねちょっと思い起こしておくいただきたいかなと思うんですよ。で私の場合はちゃんと型を持っていましてあちょっとこれはもしかしたらこのまま放っといたら熱が上がるかもしれないなとかね気分を悪くするかもしれないなと思ったらものすごくね小さな予兆に気づくことにしてるんですよ。それを侮らないようにしてるんですよ。 つまり体調でもお金のことでもトラブルってのは最小の時に最短距離で治すのが一番なんですよそこそこほっといて大きくなってから取りかかるんでは長引く可能性があるんですよね、まあ、ですんで私の場合は「親!」というふうな小さな違和感ですぐに休むことにしますその休み方なんですけども別にベッドに横になることではないんですよ私の場合は体温を上げるためにまずは厚めのお風呂に入りますね もしししくはシャワーををを浴びまます。すす。そてて清潔な服を着てですね、綺麗に周りを掃除します汚れとかハウスダストとかそれからねあのいろんなウイルス菌とかとにかく清潔に清潔にするためにそういったものをねどんどん排除するんですよテーブルの上を整理整頓机の上を整理整頓するのもその一つですでなるべく短期間で自分の服を着替えるようにして清潔に清潔にしていくんですよね そして食べ物ですけども普段食べてるものではなくてきちんとスタミナのつきそうなものを中心に食べていくもしくは汗の出やすそうなちょっと辛いものにフォーカスしますね、まあ、そうすることによって体内も体外も気温を高めていって体温を高めていって自然治癒力を高めていくイメージをするんですよ実際にこれが効果あるかどうか分かりませんけどイメージをしますねそしてしばらく休むことによって自分の体調が治るというね体験をよくしているんですよね で休むっていうのも別にね、繰り返しますけど、ベッドに横になることではなくって、治すぞ、治すぞ、治すぞという意識とともに、他は普段とあまり変わらない活動をしますよね。そして、ちょっとね、カロリーの高めなキャラメルですとかね、チョコレートみたいなのを多めに食べることにします。そうやって栄養補給をして、なおかつ、あんまりね、たくさんの食事をしないようにしています、えー。食事の消化にエネルギーを回すんではなくて、回復にエネルギーを回すようなイメージをしながら、それでいて、 必要最小限のエネルギーを小さな食品で取るためにチョコレートやキャラメルなど糖分の多いものを摂るようにしてますよね普段は糖分の多いものをあまり取らないんですけどもこういう時は集中的に糖分の多いものを摂るようにしておりますまた喉の粘膜を痛めつけるとまた喉からね体調を悪くする場合がありますんで喉の粘膜をいたわる意味でもキャラメルっていうのをねよく食べることにしていますキャラメルって結構いいんですよ喉の粘膜をね本当に回復させてくれるような気がするんでね 本当かどうか分かどど、うりませんけど私の場合は以上のような方法で一刻も早く回復するような方法をとっていますで仮にこれで回復しない場合はこれはね病院の方に行って特別な診断を受けるようになっていますつまり自己診断自己中ができない場合は客観的なアドバイスをいただくことにしてるんですよねそしてまあ処方箋をいただくなりね処置をさせていただくなりっていうのがありますけどもこれによってプラジーム効果を狙いますね大体いいここで解決するんですよ まあでも万が一これで解決しない場合は、呼吸器ですとかね、それから気管支ですとかね、そういった部分を専門で見てもらう、セカンドオピニオンに入るってことになります。またですね、えー、病院に行って診察を受けて、2、3日しても状態が変わらない場合は、同じ病院に行って、あれから2、3日経ったんですけども、状態が変わりませんと。もう一回検査をお願いしますね。このようにして徹底的に小さいうちに治していくことを繰り返すというふうにしています。これはね、 資金的にダメージを食らった場合でも一刻も早く治すためにどうすればいいかっていう風な方ができてるんですよ。ですんで、お金がなくなっちゃいましたって言っても、一刻も早く回復するための手段をそこから取るだけなんですよね。例えば借金をこれからね、うん、何が起こるか分かりませんけども、1000万抱えちゃいましたって言ったら、1000万から借金をなくす方法にフォーカスして、その回復を狙うってことになります。はい。皆さんもね、何かダメージを金銭的にも精神的にも 健康的にも肉体的にも受けた時にどのように回復していくのかっていう方をそろそろね身につけておいた方がいいんじゃないかなと思いますねそうすると少々危険な挑戦ででも勇気を持っていけけるわけですよ、うん。深刻なダメージを受けない限り自分には回復するそのねスキルがあるということで回復力があるということで勇気を持って挑戦できるっていうことにもつながりますはいじゃあこんな感じですかね えっとね、お金がたまる人とたまらない人の違いっていうのがありますけども多分ね使いい方ななんだろうなと思いますねお金を使わなければ使うスキルがたまんないんですけどもお金を使うと使うスキルがたまっていくんですよでお金を使うなら結局は使った先と自分との距離が縮まるようなことをすると思いますですんでラーメン屋に行くのも大体決まったラーメン屋に繰り返し繰り返し行って「あいつもありがとうございます」と言われるような関係を作っておくことそして 私もここのラーメンが好きなんんでですすとととちゃんと伝えることですよね。そうすることによって自分が、えー、ラーメンをね、えーまあ、私の具体例を申し上げましょうかいつも決まったラーメン屋に行ってそこの、ね、ラーメンをツイートするんですよそうするとそのラーメン屋は集客にツイートを使ってるんで私のツイートをねものすごく頼りにしてくれてるんですよね当然ですけど私が YouTuber をやってることっていうのは知れ渡ることになりますいずれ私に注文がかかると思います以上ですお疲れ様です